皆様こんにちは、アルペンアウトドアーズ港北のスポートモール店のワンちゃんです。この夏ご家族でキャンプを始められて、それで冬場旦那様一人でソロキャンプを行こうかなって考えられている方も徐々に増えてきたと思います。今回はそんなこれからソロキャンプをしていきたいという方に向けて、ソロキャンプどんな感じのスタイルがあるよっていうのをお伝えする参考になる動画を撮っていきたいと思います。アルペンアウトドアチャンネルです。今回の動画の構成としては、ソロキャンプの基本、そこからテントの選び方、そして番外編、楽しみ方の大きく分けて4部の構成になってます。では行ってみましょう。はい、では最低限ソロキャンプで何が必要かっていうところをまずご案内していこうかなと思います。まず必要なもの、今このテーブルの上、あとはこのサイド側、ちょっと後でアップするんですが、に持ってきてあります。まずご飯を食べるためのクッカー、あとはバーナー、それから寝るためのシュラフ、マット、まあ、ここにもあるんですけど、であとはチェアとテーブル、それさえあればもう本当に最低限のキャンプはできるので、まずはここから揃えていただこうかなと思います。でその中でも例えばマットであれば、本当に最低限の能力を持ってるマットでも、あとはもう寝心地まで考えた10センチ厚のマットでも、選択肢はかなり幅広くあります。金額も例えば今こちらの C2 サミットのものだと9680円、そしてニーモのローマですね、33000円、もう全然幅が開きます。であとは今まあ、メインでいうと冬キャンプっていうところなので、今のシーズンですね、オーロラのこの33000円のものと、あとまあこれも使えるのでレベル8ですね、これでも金額が92400円、かなり幅広くなってます。なので各自予算がいろいろあるかなと思うので、そういった中でご相談いただいたらこちらでも対応できますので、いろいろとお話をお伺いしてもらったらいいかなと思います。行く手段によっても様々テントの選び方が変わってきます。まず大きく分けると、ウルトラライト、そしてスタンダード、それからウルトラヘビー、まあウルトラヘビーは僕が勝手に言ってる言葉ではあるんですが、で大きくまあ3種類に分かれていきます。ではまず、ウルトラライトからいきたいと思います。ではまずウルトラライトから説明していきたいと思います。今横に村子のテント、これウルトラライトとしてご用意してあるんですが、ウルトラライトのアイテムって基本的にはまず行く手段として公共交通機関を使うか、自転車を使うか、バイクを使うか、そのあたりに限られてくるかなと思います。で本当に物をちっちゃくしないといけないので、まあ今これ冬キャンプ用としてちょっとソロキャンプの説明をしているので、ナンガのシュラフだったりとか、あとはこれ今立ってる設営されてる状態なんですけど、収納するとかなりちっちゃくなる C2 サミットのもある。あとはこちらですね、ニーモのチェアとこういったテーブルなどで構成してあげれば、かなり快適なウルトラライトのソロキャンプができるのではないかなと思います。そして次ですね、スタンダードなモデルになってくるんですが、まあスタンダードに関してはバイクだったりとか、まあかなり小物系ではないんですけど、軽自動車だったりで平気でキャンプ行けますよっていうようなモデルになってます。基本的には車で行くような方がスタンダードなモデルを選んでいただいたらいいかなと思うんですけど、まずテントに関してはこちらのテントですね。はい、でギアに関してなんですが、まあこれに関してはウルトラヘビーのギアでも
あとはウルトラライトなギアでもどちらでも行けるのがスタンダードなモデルになっています。一応この中でおすすめするとしたらスノーピークのテーブルチェアだったりとか、あのぐらいの大きさを想定していただけるといいのではないかなと思います。では先ほどウルトラライトスタンダードと説明してきたんですが、最後ウルトラヘビーの説明ですね。ウルトラヘビーに関してはもう基本的には車でしか行かない方向けのギアセレクトになっています。で、まあ、主に、まあ、ウルトラヘビー何をするかというと、基本的にはグランピングっていうところがテーマになってきます。ロマンを追求したりとか快適性を追求したりがウルトラヘビーではできるスタイルです。例えば今後ろにあるテントですね、こちらメーカー公式でメーカーの出してる薪ストーブ入れられますよっていうようなところでご案内があったりとか、あとはウルトラライトスタンダードに比べて高さがあるので腰をかがめなくても済むっていうような、まあ、腰痛持ちには非常にありがたいような構成になってます。はい、でギアなんですけど、ウルトラヘビーのウルトラヘビーのテーブルチェアに関しては今そちらに置いてあるものですね。こういったちょっと高さのあるものでセレクトしてあげると立ち上がりがしやすかったりとか、いろいろ作業する上でも非常に便利かなと思います。ウルトラライトみたいに収納サイズを求めるがゆえに座り心地を犠牲にするのではなくて、もうウルトラヘビーに関しては自分がどれだけ快適にキャンプを楽しめるかっていうところで重点を置いてセレクトしていってもらったらいいかなと思います。今ここまでソロキャンプのスタイルについて説明してきました。大方もう大枠だけですけど説明をしたんですが、いかがでしたでしょうか。あとはソロキャンプ行って何を楽しむのっていうところなんですが、まあこれ僕の楽しみ方になるんですけど、基本的には天体観測をしたりだったり、あと僕写真が趣味なので写真を撮ったり、あとは、まあ時々音楽聴いてる方もいるんですけど、人がいないキャンプ場とかであれば音楽聴いてもらってもいいかなと思います。あとは一人で焚き火の火を眺めたりとか、もう何も考えずに途方に暮れたりとか、もう本当に普段やらないようなことを楽しんでいただいたらいいのかなと思います。あと小説とかもいいですね。では、まあ、ワンちゃんのスタイル紹介っていうところで、僕がどんなギア使ってるのっていうのを紹介していきたいと思います。僕も完全にソロキャンプのスタイルなんですが、ウルトラヘビーのギアのスタイルなんです。でまず夏場のテントですね。夏場基本的には僕は2種類、タープ泊をするか、あるいは V タープで、キャンプをするかっていうようなスタイルになってます。タープ泊に関しては、タープ泊実はできるキャンプ場とできないキャンプ場があります。なのでもし今後タープ泊を考えてますよっていう方であれば、そのあたりもキャンプ場をセレクトするときにタープ泊ができるのかできないのか確認してもらわないといけないかなと思います。で V タープに関しては、まあこれ大型の、スクリーンテントみたいなイメージで捉えていただければいいかなと思います。コールマンだったりとか、あとはスノーピークだったりとかでもスクリーンテント出てますので、まあ僕のスタイル参考にそういった使い方をしてもらってもいいかなと思います。そして冬場のキャンプですね。冬場に関しては基本的にはコットンのテント、まあポリコットンですね、を使ってます。ポリコットンのワンポールテントですね。でまあどうしてこういうセレクトにしてるかっていうと、まず冬場ってかなり結露をします。なので結露対策としてコットンのテントを使って、なおかつ快適に過ごしておりますね。先ほど夏のキャンプを説明したんですが、次冬キャンプのスタイルですね。基本的には TC のワンポールテント僕は使ってます。で、まあどうしてそのワンポールを使うかっていうところなんですけど、ワンポールってかなり風に対して強いです。まあどこから風を受けても円錐状ですねの形状によって、どの方向からでも風を受け流してくれるような形になってます。ただワンポールでもやっぱりペグをしっかりしないと風に持っていかれたりするので、僕は40センチのペグを
全部に当て込んで使ってます。なかなかこういった情報ってあんまり表には出てこないかなと思います。でワンポール使ってる他のメリットとしては、ちょっと前僕はあの薪ストーブを持ってたんですけど、また今後薪ストーブを考えていて、まあそれをインストールできたらなと思っているので、ワンポールを使ってるっていうような形ですね。まあ、薪ストーブに関しては基本的には自己責任になるので、まあそのあたり頑張っていろいろと勉強してもらって、ロマンを追求してもらったらなと思います。はい、では最後まとめですね。ソロキャンプでもウルトラライト、スタンダード、ウルトラヘビー、まあ大きく分けると3種類にあったと思います。本当にソロキャンプのスタイル多岐にわたるので、今の今回の動画参考に、その3種類の中から自分がどのスタイルをしたいかなって選んでいただいたらいいと思います。あとはあのアルペンアウトドアーズの港北のスポートモール店犬塚宛にご来店いただけたら、犬塚から今回の動画で紹介できなかったもっと細かい内容を直接ご紹介させていただきますので、ぜひぜひご来店お待ちしています。